当詞とは、中国から渡来した紙、もしくは、それを模して作られた紙のこと。平安時代には、書道や小則で装飾性の高い漁師として、用いられた。中世頃からは、主に襖に貼る、加工紙の一種として用いられた。産地、特徴において、京から紙と江戸から紙の二系統に分かれる。京都の西北に連なる高家本、和紙家本。 釈迦谷山などの山寮から一筋の川が流れている。南下して、北の天満宮と平野神社の間を抜けて、清流して、やがて五室川と合流し再び南下して、桂川に注ぐ。この流れを神谷川と呼ぶ。神谷川と呼ぶのは、平安時代の初期に、図書寮直轄の官営神隙場の神谷院がこの川の、ほとりに設けられたからである。 神谷院の置かれていた位置の明確な記録はないが、幼州府市には北野の南に宿上村あり、古子の川において宿氏を制す。ゆえに神谷川とゴース、とある。日本史行史京都編によっても北野天満宮あたりの神谷川のほとりにあったことは確かである。官営神隙場であった神谷院は平安時代の静止技術のセンターであり、 当時の最高の技術で紙を好き、地方での紙好きの技術指導も行った。源氏物語には、麗しき、紙屋氏と表現し、またその色紙を、色華やかなると称えている。紙屋院が設けられる前の奈良時代にも、図書寮が静止を担当していた。霊集源には、紙と五十個を山城国に置いたと記録している。山城国に特定したのは、 古代における最大の技術者トライ集団といえる、秦氏が勢力を張っていた拠点であったからである。秦氏のトライ当初は、現在の奈良県五世市あたりに、大和政権より土地を与えられている。後に、主流は、山城国に移り、土木、農耕技術によって、佐賀野を、開墾開拓し、旗り、木工、金工などの技術者を多く抱えて、技術者集団を成していた。 片折りの技術者がいたことから、当然当時の医療の原料である麻や諸の繊維から生死する技術者もいた。生死の技術は、麻や諸の人皮繊維を利用することでは、生死と類似技術であり、原料の処理工程はほとんど一緒であり、繊維を紡ぐか、繊維をすくかの、まさに紙人への違いしかない。すでに原始的な紙すきの技術を持っていた可能性もある。 このような技術的な基盤のもとに、平城京の政権は、山城国に神戸を置いた。アスカ時代の宮廷、漢画の物資調達に任じたのが比べで、旗大津父は、大倉城に任じられ、聖徳大使の蔵人となった、旗川勝は、京都渦政に、峰岡寺を造営している。旗井美清朝元は、天平11年に、図書頭に任じられている。 平安時代に入ると、畑皇室生は、公認2年、図書量蔵市長城であった新武をつわしに代わって、図書量蔵市長城に任命されている。畑氏は、このように古くから、蔵主関係の養殖と深くつながっていた。畑氏のような、技術者の基盤の上に、製紙の国産化が行われ、山城国が、製紙の先進技術を誇り、和紙の技術センターの役割を担ったが、 紙の需要が高まるにつれ、原料の朝や著は地方に頼らざるを得なくなった。紙の需要が高まるにつれ、皮肉なことに、律量制度に緩みが出て、紙の原料の供給が細ってしまった。紙アインの技術指導によって、各地で紙すきが盛んになり、律量制度の統制力の弱体化とも相まって、紙アインは原料の調達が思わしくなくなった。 このような経緯で、神合は、保護士を集めて、好き返しの宿紙を好くようになった。後に、神ががは、宿紙の代名詞ともなり、後に、堺で、港市、江戸で、浅草市という宿紙が好かれるようになってから、京都の宿紙は、西の東院市と呼ばれるようになった。京では、神好きそのものが、律令体制の緩みによる原料の調達難から、衰退したのとは、 対照的に、紙の加工技術で高度な技術を開発して、和紙の加工技術センターとして、重要な地位を占めるようになっていく。紙を染め、金銀箔を散りばめ、絵の具や半木で文様を描くなど、加工技術に情熱を傾け、雅で麗しき平安王朝の漁師を、供給していった。京における高度な紙の加工技術が、平安王朝の雅田文化を支えたとも言える。 豊かな色彩感覚は、染めでは高気やかな、紫や、生めかしい紅が好んで、用いられるようになった。複雑な構染目を必要とする、二合や、勾配皿には、口葉色、萌え木色、海松色、朝木色など、中間色の繊細な表現を可能とした。金文字の流麗な線を引き立てるには、明らかみが最も適している。墨流し、内雲。 ヒュンや切り継ぎ、破り継ぎ、重ね継ぎなどの継ぎ紙の技巧をそして、中国都来の門頭紙を模した文様を施した、から紙など、経の工人たちは、岩皮紙の加工に情熱を注ぎ、和紙独特の洗練された加工技術を完成させた。王朝貴族の漁師ばかりではなく、実用的な様々な加工紙が経で加工された。元禄5年間の、 諸国万買物長家滝には、山城の名産として、扇の地紙、渋紙のほか水引き、色紙短冊、表紙、市帳から紙などを挙げている。この他にも、万年紙や、カルタ紙やがあり、半節紙の加工も京都が本場であった。万年紙は、透明な漆を塗布した紙で、墨筆で書くメモ用の紙で、湿った布で拭けば、 墨字が消え、長年に使えるので万年紙の名がある。製法は、蝶の厚紙の表裏を、山口増しの汁で染め、渋を一度引いて乾かし、透明な梨し漆で上塗りして、風呂に入れて、漆を枯らし、折り本のように畳んで用いるとある。反節紙は、書簡用紙であり、これを継ぎ足したのが巻紙である。この書簡用紙を敬語のみに染めたり文様をつけるなどの、 加工を施した。半節紙の加工は、西の東院松原通りで盛んであった。色紙や短冊は、この半節紙に比べて、より高級な加工が必要であったが、宮中語用の老舗が多かった。仏光寺通りが、色紙短冊の加工の中心であった。唐ラ紙は、平安時代には、映像領主として加工が始まり、後に襖紙の主流となったが、 本阿弥光悦の佐賀の芸術村では、神や掃除が、佐賀本などの用紙として、美しい紙を作った。襖用の、唐ら紙は、東道員通りを中心に集まっていた。このように、中京、下行区には、京の紙加工センターであった。唐ら紙の地紙はもともと男子や鳥の子紙が使われ、京から、紙は、主に、鳥の子紙と宝書紙が用いられた。 秋ラガミと呼ばれていた岩ピ紙は特にその薄葉が平安時代に貴族の女性たちに好んで用いられ薄葉が通り名となっていたこの岩ピ紙が鳥の子と称されるようになるのは南北朝時代頃からであるアジロヒロ広則の雑時期の火薬三年の像に鳥の子色紙の文字があり具観記の塩分元年の像に漁師鳥のことありさらに 伏見宮貞房ふさの関門日記影響7年の上にも、漁師鳥の子の文字が見える。平安の女性的貴族文化の時代から、中世の男性的武士社会に入って、厚用の岩皮紙が多くなり、薄用に対して、これを鳥の子神と呼んだ。近世に入ると岩皮紙はすべて、鳥の子神と呼ぶようになった。信種狂気の長教2年の上に、 越前田げ、分岐2年の上に、越前トリコの文字が記されている。越前トリコの文字は、他の資料にも多くあり、室町中期には、越前の鳥の子が良質なものとして、もてはやされるようになっている。この鳥の子紙に、木版で文様を施したのが、から紙である。紙に文様をつける試みは、中国の南北朝時代に始まり随、当時代に発展した。 日本でも奈良時代から行われ、中国の木版印刷による、文刀紙を真似て、唐紙作りが試みられ、刀詩に対して、唐紙と称した。軽の紙加工の工人によって、様々な独自の工夫が施され、量産されるようになって、襖用の唐紙に用いられるようになった。さらに木版印刷の技術の蓄積により、 江戸時代になって千代神として庶民にも親しまれるようになった。から神作りは、もともと都であった京で始まったもので、京都が発祥地であり本場であり、その技術も洗練されていた。近世初期の本阿弥光越の高木峰芸術村では、佐賀盆などの漁師としてのから神を制作し、京から神の技術をさらに洗練させ、 慶の投資士がその伝統を継承していった。本阿弥光悦は、多賀宗春の子で、刀剣の鑑別、剣磨を行とする、本阿弥光神の養子となった。絵画、薪絵、陶芸にも、独創的な才能を発揮したが、書道でも、官営の三筆の一人でもあった。本阿弥光悦の晩年の元奈元年、徳川家康から、落北の高家坊に、広大な敷地を与えられ、 各種の工芸家を集め、穂上光悦流の芸術精神で統一した芸術村を営んだ。穂上光悦の芸術の重要なテーマは、王朝文化の復興であり、その一つとして、王朝時代の映像漁師の復活と、からかみを作り、書道の漁師とするとともに、佐賀本の漁師とすることであった。佐賀本は、別名かどくら本、光悦本ともいい、 慶の三長者に数えられる、佐賀の祖宝家、角倉素安が開版し、多くは、本阿弥光悦の書体になる文字すりの国文学の出版であった。慶長13年開版の佐賀本、伊勢物語は、挿絵が反国された最初のものであった。佐賀本の影響を受けて金氏、金蔵誌、浄瑠璃本、評判記なども、反国の挿絵を採用するようになった。 金像紙の普及で、後に、三角文学が生まれ、挿絵と文字を組み合わせた印刷本が、庶民の要望に応えて量産されるようになった。佐賀本は、豪華さと、天賀さを特徴とし、装丁、漁師、挿絵のデザインの、極めて優れたものであった。漁師は、王朝文化の伝統に、新しい装飾性を加えた図案を、俵や宗達が描いている。 タワラヤ・ソタツは、慶長から官営にかけて活躍した、絵師で、光悦の芸術村での独特の表現と技術を、凝らした画風が後に宮廷に認められ、仮の葉など一流画壇の絵師たちと並んで仕事を、受け負うようになり、町の絵師の出身としては、異例の、北京に叙任され、京に残る襖絵や屏風絵の名作を描いている。タワラヤ・ソタツは、 後の大型降臨やその流れをくむリンパに強い影響を与えている。この俵や創達の図案を半木に彫り、印刷してから紙漁師にする仕事を担当したのが、紙詩集2である。紙詩集2は、光悦の芸術村活動に参加した工芸家で、紙詩の文字は、紙をすく工人を意味するのではなく、投資詩,詩の意で称されている。 光越の発想と宗達の意装に掃除の加工技術が調和して美しいから紙の漁師が生み出された。芸術村で作られたから紙はほとんどが佐賀本の出版用の漁師や映像漁師であったが近世の経投資紙の一部にその技術が伝承されて経から紙の基礎を築いたとも言える。経から紙の文様の中に光悦切りや宗達につながるリンパの降臨末。 光林菊、光林王波などのデザインがある。要修府市状況元年間に、慶の投資誌について、今所ところとどころ、これを制す。しかれども東道院二条南の岩佐市の制するは、襖正寺を張るのに最も良し、もっぱらこれを用いるとあり、新鮮市間には、京都東院、平野町あたりに、投資再区人王子とある。元禄二年間の江戸総賀の子には、 13人の投資士の名がある。文政7年の商人買い物案内には、唐紙屋として8件の名が上がっている。現在も続いている系投資士の投資や長江門の家系を継ぐ、千田家文書に、店舗10年に投資士が13件あったと記されている。唐紙の模様は、当初、投資の唐草や亀甲模様などの幾何学模様が、 主流で、近世に入って後輪派などの絵画の技巧的な装飾文様が多用されるようになった。軽のか,らかみや仲間の多くは、現時元年の金門の変で多くの版木を消失してしまった。東神や長江門は、金門の変の時、らいに水を張り、目張りした土蔵に版木を入れて、戦乱の火災からか,らかみの版木を守り抜いた。金門の変で、 半義の消失を免れて、明治以後に残った唐神屋は、東神谷長江門を含めてわずかに五軒であった。しかし、文明開化など暮らしの変化に伴い次第に廃業。江戸の唐神屋は、関東大震災、東京下町大空襲などにより、消失、戦後近年復興されたところもあるが、現在では、江戸時代より、代々続いてきた唐神屋は日本でただ一軒。 東上や長江門、すなわち、東朝のみである。東朝には、約600枚の半木がある。これらは、12枚で一面の襖になる12、板張り板と10、板張り半そして5枚張り半とがある。12枚張り半は、ほとんどが、江戸時代のもので、半木の大きさは役立て9寸5分、横1尺5寸5分である。天明八年の大火で半木をすべて消失し、 再刻されたもので、最も古いものは、完成4年6月投資や長江門堀市平八と、牧書されている。十枚針班は明治、大正期のもので、縦一尺一寸五分、横一尺五寸五分である。五枚針班は、大正、昭和期のもので、十枚針班の横幅を二倍にしたもので、横三尺一寸と、マニュアイ紙の寸法に合わせてある。 これらの版木の材質は桜やカツラのものもあるが、ほとんどは宝の木で作られている。これらの多くの版木から華麗で多彩な系統詩がすり出されて、日本の伝統工芸としてのからかみが作り続けられてきた。千田家の先祖は、もともと摂津国出身の北面武士であったが、初代長衛門は、その晩年にからかみ屋を始めたと伝えられている。 初代長衛門の没年は上京4年11月となっているので、当朝の伝統は300年をすでに超えている。ちなみに、千田家の元当主立吉は11代目である。当朝については、ホームページや和の学校内参考ページがあるので参照されたい。当朝の次世代を担う11代目、千田賢吉の長女である、千田愛子は2004年、現代の暮らしにあう。 からかみのあり方を考え、コウ君からスマに、キラから蝶を立ち上げ、ビルのファサードには、当庁文様、天平大運を掲げた。センダー夫妻は、様々な企画展やコラボレーションを手掛けている。2009年、夫ととひ彦とともに、当庁猿山サロンで開催した、展覧会、命天での夫婦合作作品、命は、美保ミュージアムに、収蔵。 2010年、ミホミュージアム創立者、生誕100年記念特別展、ミホグランダムアルテデラ・ルーチェにて披露された。当時の作品が美術作品として収蔵されるのは、創業以来、初めてのことである。2010年には、トトアキヒコの当時作品、星に願いを、が、名札用原因に奉納。俵や創達の重要文化財である当時種の杉戸絵に並んだ。 歴史的に様々な寺社に唐紙は襖や壁紙、屏風などに用いられてきたが、作品として闘志が収まるのは歴代初めてのこと。江戸の闘志紙を地闘志紙とも言うが、これは経を本場とする呼称であった。その江戸から紙を京法線型ともいい、京法年間に多様な文様が考案され、江戸から紙が量産されたからその名がある。江戸から紙は、 江戸という大償筆地を控えて需要が多く、から神原子は、近くの武蔵の秩父、引群で産する細川氏を用いた。細川氏は順調の生すき神で、英等とも呼ばれた。これに対して、京から、神は、越前宝書氏や鳥の子神などの高級な加工原子を、用いて、伝統技法と、 王朝文化の流れを組む洗練された文様を吸って、京から神の伝統を守りそれを誇りとしていた。京から、神氏の息を示すものとして、八代目の唐神屋、長衛門が、明治28年の第四回内国官業博覧会に出品した時の審査請求書に、東京、大阪地方に、おける製品派蘇生の上同業者競争を起こし、 ますます乱造に流るのの傾向なり。のに端して京都製品にお手派、紙質その他原料等を、千味白純も投資の除機派京都の水質に適し、他に比類なき純白善量のある品を制す。コニカ糖質壁超二派的せざるも、上糖質壁、超糖質等派ことごとく京都に注文あり。これはが京都公社の名誉なり。とある。時代の流れで、 量産の必要性から、やや蘇生乱造の傾向にある東京、大阪の唐上屋に対して、伝統を重んじる京都の伝統工芸的職人の、投資士,士の意地が示されていると言える。京投資の技法の概略は、地紙をまず紙に動作を引き、顔料あるいは染料で染める。そして具あるいは雲を解き、姫糊を加え、不糊、苔、ニカ 合成樹脂などを適宜に調合した顔料を大きなふるいに塗って、半儀にまんべんなくつける。次に紙を半儀の上に置いて手のひらでこすり、文様をする。その紙をふるいでまた顔料で塗り、手のひらですること2度3度と繰り返して、量感のあるふっくらとすり上げて仕上げる。K から紙は半儀に柔らかい方の木を用い刷毛でなくふるいで顔料を塗り、 バレンでなく、手のひらですり上げ、独特の温かみのある形から紙が作られる。また、版木による、片押しの技法の他に型紙による技法もある。片目によく練ったキララコを、竹べらでこの型紙の模様部分を埋めていく。この他にも、うるし片押し技法や金箔、銀箔の白押しや糊をつけた筆で模様を描いて、金銀砂子を振りかける、砂子ぶり等の技法も用いられた。 さらに、軽独特のもみ紙技法もあった。もみ紙の技法は、熟練した指の動きで各種のもみ文様を表す技法で、上層と下層に違った顔料を塗って、もみしわによって、上層の顔料が白落し下層の顔料が微妙な線となって現れ、独特の揉み様を作る。もみ方には15種類があり、小もみ、大もみ、小菊もみ,み、ひしぎくもみ、 山水もみなどの名称がある。このもみの技法に各種の片押し技法を組み合わせた手の込んだから紙もあった。軽から紙の伝統は手間暇を惜しまず量産効果を望まずひたすらに伝統工芸の手作りの温かみを保ち続けた。ふすま生地は明かり生地のように最高性という重要な目的性という機能を持たず、 単に室内の間仕切りとしての役割しか持っていない。それでいて、構造的な壁面と違って、その部屋の役割や、個性や室内に、重要な役割を果たしている。その部屋の果たすべき目的や雰囲気は、襖障子に描かれた文様によって、大部分が決定されているとも言える。格式を重んじる、応接官としての書院と、安らぎを得る家族の居住する今とはおのずから、 襖障子の文様の果たす役割が異なる。さらに、その家の主の社会的立場や好みによっても、襖障子の文様は異なった。襖の文様を対別すると、く家好み、茶方好み、自社好み、武家好み、町や好みに分けられる。格式をもんずるく家らしく、夕食文様が多い。夕食文様には、幾家紋が多く、松肥剣顕微 菱梅などの菱しがが目立ち、武家や町屋向けにも流用されている。唐草文様は、中国の影響で古くから用いられ、想像上の動物や植物を図案化した、放送家唐草や放送丸唐草がある。このほかボタン唐草、獅子丸唐草、菊ク唐草などがある。松唐草、霧唐草、桜草唐草などは、夕食文様から発して、和風文様として、 広く用いられ、親しまれている。京から紙の夕食文様としては、東大寺文様とか、課長縦枠文がある。縦枠文は、立ち脇ともいい、久下装族に多く用いられ、相対した、山形の曲線を縦に連ね向き合った中央は、膨れ、両端はすぼまった形の図案のこと。中央に描いた文様によって、雲縦枠、ボタン枠、藤縦優 桜立花盾枠などがある。桜立花盾枠は、右コの立花、サコの桜にちなんでいる。宮廷画学に伝承されている、青海カの装束門に由来する、青海カは、特に有名である。雲に随調を配した、雲閣門は、今も京都二条城の襖を飾っている。このほか鳳凰の丸、萩の丸、梅の丸などの丸門も、公家好みとして多用された。 茶道の家元は、独自性をもんじる、禅宗文化の影響で、それぞれの家元の好みの文様を半木に彫らせて、独自の唐紙を茶室に貼らせた。表、千家の残月亭には、千家大りと鱗鶴が使われている。桐門は、陶志文様の中でも最も多く、平安時代は、皇室の専用であったが、後に、公家や武家にも貸しされて、 多彩に変化した。太鼓、秀吉の好んだ花大りは、家計が自由な曲線で左右に曲がり、歯型に輪郭がある。線形大りは、家計が直線で歯型に輪郭がない。これは、太鼓、秀吉の花大りが半木を用いたのに対して、型紙を用いて、五分を盛り上げた技法の違いである。このほか茶道の好みの切り文には、変わり切り、光悦切り。 光輪切り、ぎ切り、補丁切り、おたふく切りなど様々な衣装がある。松葉図案も、茶道好みの文様で、茶道の家元では11月中旬のロビラきから3月頃まで、茶室の庭には松葉を敷く習わしがあり、この敷たりに由来した図案である。表、千家の不審案には千家松葉、裏千家には敷松葉が好まれている。このか表千家好みには、 カ松、定時計、風車置き上げ、吹き上げ菊などがある。裏千家好みには、小花しっぽう、宝しっ細う、ず渦、松唐草などの図案を工夫している。武者の工事千家では、吉祥草を特別に好みとし、壺型の土器を散らした、壺壺は三千屋共通に用いられている。このほか小堀正和の流派には、円周輪違いを用いている。 茶道の家元での文様は、ほとんどが、植物文様で、整然とした、夕食文様のような気化文様は見当たらない。茶道の精神は、俗世間を超越した精神的公用を重んじる、わび茶の世界であり、秩序正しい夕食文様はそぐわない。寺院の大広間などに使われている文様には、雲紋が目立っている。大大雲、影雲、鬼雲、大ー雲などで、 これに動物を排した雲隔門、雲ん門く雲門などがある。京都の寺院では霧雲は、一般的である。高台寺の高台寺斬り、清涼寺の佐賀斬り、西本願寺の額斬りなどの霧門がある。また、西本願寺では、下り藤を、特に好み、東本願寺でも八つ藤を用いている。東本願寺の抱きボタンは、同寺院の象徴として用いられ、 他に伊ボタン盾枠、六、篠笹などがある。千代銀好み伊達苗がと三菱い丸盾枠である。三菱いは徳川家の独占であるが、千代銀は家康の聖母の母大寺であるため使用が許されていた。一般のい門は双葉いを用い、神社の代表的なものとして、加茂神社が神門の双葉いを用いている。加茂神社の双葉いは、 写実性が強く古風な格式がある。武家好みには、雲蛛盾枠、宝づくし市一松、小柄部せ蝶、菊切子のような夕食文様の系譜の整然とした、固い感性のものが多い。また、当時死や若松の丸、雲に、鳳凰丸、霧雲なども、陰や寺院で用いられた図合いの系譜に属する。町屋好みは、豆切りや小梅のように、つつましさを持ちながらも、 光輪小松、影日向菊、しだれ桜のようなリンパの装飾性の高い文様を好んだ。リンパ文様は、軽の投資師たちが、佐賀の芸術村の強い影響を受けて、洗練された投資文様として多様化した。リンパ文様の系譜には、枝紅葉、紅葉と、流水、竜田川、光越霧、光越町、新磯、光輪大波、光輪菊、 後輪小松などがある。木下紋様は直線、曲線、渦線、円などで構成され、単純な門から複雑な門まで多彩で、系統紙にも多く用いられている。菱形、亀甲、朝葉、市松、丸門、家門、輪違いなどが多用されている。また自社や名家では家門を襖障子に用いることも多かった。経から紙が、 越前宝書紙や鳥の子紙など高級な紙を用いたのに対して、江戸から紙は西の内紙、細川紙、宇田紙などを用いた。西の内紙は、日立の九時川上流地域の中郡の西の内で、好かれた純光座紙で、幾褐色の厚紙で、丈夫で保存性が良い紙である。水戸藩の保護のもと、日立特産の紙として、江戸時代には高い評価を受け、 日本三回名物杖には、越前宝書、美の家市、岩国番市と並んで、西の内紙は、江戸期の最上品の紙とされている。細川紙は、もともと、紀州高の山麓の細川村で好かれた、高祖紙の細川宝書を源流としており、江戸期に、武蔵野の秩父、比企、の両軍で盛んに好かれた。細川紙では、特に、比企郡小川町が有名で、 ぴっかり染料という言葉があり、天気さえ良ければ一日線量染料になると言われたほど、繁栄し、江戸町人の帳簿用や襖紙加工の原子として利用された。細川紙技術保存会によって今日まで技術が伝承され、昭和53年に細川紙の製紙技術は重要無形文化財に指定されている。細川紙も西の内紙と同様に、 順調の気づきが特徴で、生、うと称した。宇だ氏は、大和の吉野の三の神で、もともとくず神と呼ばれた蝶の厚紙で、吉野郡くず里で好かれたものを、宇だ郡の師匠が大阪市場に売り出し、吉野市専門の神問屋があって全国に売り広められて、宇だ氏の名が広まった。吉野市としては極薄様の神で名高く、七十一番職人歌合わせに、 忘れられるがみをいかに、奈良市の薄きちぎりは結ばざりしよとあり、奈良市すなわち、吉野の延べ紙の薄さを、やはやは、と、みやびやかに読んで、くげの女性たちは、その薄さを愛した。また、その特性を生かして、油腰や、うるし腰に利用されて全国にその名が知られていた。宇田氏は、吉野ので好かれた杉原神を源としており、江戸でも多く流通し、 江戸から紙に用いられた。江戸期の人口は100万を超えて、紙の需要も大きく、闘志の普及と対化が相次いだことで、闘志の需要も急拡大して、関東の紙好き座とは、江戸市民に日用の紙を供給する重要な役割を果たした。そして、明治期以降は、襖ま紙の業界を東京がリードするようになっている。江戸から紙の文様絵付けは、 木版すりと共にサラサ型染めが多く用いられた。木版に絹部類を通して絵の具を写してする木版すりは柔らかい風合いがあるが、型染めのな戦では硬く鋭い鮮明な模様がやや冷たい感じとなるが、型合わせができるため、多くは3枚から4枚の型紙を用いて染める多色、すりの追っかけ型を用いた。江戸では、 しばしば大化に見舞われ、半木を消失することが多く、王宮にから神のを作る必要に迫られて、型紙の那線を用いたものが発展した。江戸から紙のデザインは、那線に適した小粋な江戸古文が多用されたのが、特徴の一つと言える。江戸時代の建築図面では、襖障子と投資障子の区別があったようだ。襖障子は、 表面仕上げに鳥の子紙を貼り、その上に金箔を貼り、その上から極彩色の岩絵の具で絵柄を描くか、鳥の子の地肌に直接彩色あるいは墨で絵を描いたものを刺した。陶資障子は、無地色紙あるいは木版で模様を刷ったから紙を仕上げに貼った障子を刺している。陶資は、五分に乳皮を混ぜたものを塗って、目止めをした後、キララの粉を、 唐草や亀甲などの文様の版木で刷り込んだものである。国産化された初期の唐紙は、明らがに、家紋を施したもので、唐紙、唐紙と表記された。新鮮紙官には、襖紙のことを、唐紙とし、唐紙を置く、唐紙という。しかれども、猛変詞に紛れる,るゆえここに唐紙としせりとある。このことは、以前にも記した。 投資商事に貼るふすま紙を、江戸時代後期には、和投資と称して様々に改良工夫されて、量産化されている。江戸において、投資の需要が最も多く、和投資も、江戸で盛んに作られた。和投資は、江戸後期では、三つ股七分、ょ三分の原料で好かれ、大板を特徴としている。文化四年の和製投資紙好きや仲間新規議定のことによると、 幅2尺長さ4尺5分が標準寸法としている。この頃に岩石投資という幅3尺長さ6尺といういわゆる36版の大盤も初めてすき始められている。石で叩いたようなシワ紋があったので岩石投資と呼ばれた。すき方はいわゆる流し込み式で紙領域をすき桁に流し込んで手で均等に分散させ。 すのこに乗ったままの質紙を天日で乾燥させる。このようにすのこのまま乾燥させると、すのこの目が、シワモンをつけて、独特の風合いを持ったからかとなる。一般には水をこし終わったら、すのこの上に紙層を乗せたまま、紙床にうつ伏せにして、静かにめくるようにすのこだけを剥がし、すき上げた、質紙を紙床に重ねていく。 岩石投資のシワモンをさらに工夫改良して、シワモンをより目立たせたものが、太平紙である。すく時の流し込みの時に、四隅に、スノコよりはみ出すようにすき上げ、水をこし終わった、筆紙の時に、左右に引っ張ったり、前後に縮めたりを繰り返して、シワモンを大きく作り乾燥させる。乾燥すると、岩石投資のシワモンよりもくっきりとしたエンボス状の凹凸ができる。 落水士製造期限及び遠隔によると、天保十四年初めてこれを制し、将軍家成功の上乱を片付けな伏せしより、未だ使命な気をもって、太平の御代にできたればとて、太平氏とこそ加盟せられたれとある。この太平氏は、しわもんだけでなく染色したり、透かし紋様用を入れてふすま生じ用に用いられた。太平氏の製法について、 明治10年内国官業百覧会出品解説によると、六花町に紙量を注ぎ入れてから、竜、鳥、草花などの画門を描き、引き上げて水分がやや滴化した時に、スノコを六から七回振り動かしてシワモンを作る。とある。シワモンを特徴とする太平氏に対して、海藻を突き込んで、独特の文様をつけた。 ふすま寺一枚の大きさのいわゆる三十六番の紙を落水紙という。太平紙を創生したのは、玉川道田村か二代目の文平であったが、落水紙もやはり、田村家の創生であった。玉川道五代目、田村妻作りの、落水紙製造期限及び遠隔によると、和製投紙の原料及び、労力の大きに比し仕組製投紙の安価なると、 西洋史の使とますます大きに押され、この政党史業の長く継続周辺からざるより、ここに、明治初年に大いに小工夫を凝らしし、結果、この落水史という紙を制することを暗出し、今は玉川も、名の身にて、鳥がなく、東の京の北の端なる水鳥の巣鴨の村に一つの、静止場を構え、日々この紙をすくことをもて占領をとするに至れり、 もっともこの紙は全くあまりが公安せし者にはあらず、その源は仙台に刻し、世がこれを大成せし者なれば、仙台号を落水と言えるより、これをそのまま取りて落水師と名付ける。とある。玉川堂五代目、田村綱作りが好いた、落水師は、縦六尺二寸、横三尺二寸の大番であった。六桁の枠に紐をつけ滑車で操作しやすくし、 その子にはシャオ式、年材の乗りうつぎを混和して、流し込みから止めすき風の流しすきに改良している。さらに染色し、文様を木版すりすることも加え、襖紙として高い評価を得て需要が急増した。三つ股を主原料とした、落水紙に対して、大阪では再生紙を原料とする大衆向けの、落水紙が好かれるようになり、新落水紙と称された。 やがて、新落水市が、東京の、本落水市を圧迫する情勢となった。やがて東京でも、大正2年には10件を数える業者が生まれている。大正12年の関東大震災で、復興需要の急増と、木半すりの半疑が消失したのに伴い、新落水市が主流となった。昭和12年には、東京学水市工業組合が組織され、昭和15年には、 組合員35名、年産450万枚に達していた。太平洋戦争後には、越前鳥の子や、林天気による、多色釣りの襖すま紙に押されて水滅した。鎌倉時代に入って書院作りが普及してから、投資紙という襖すま紙の専門家が現れ、兵具紙は分業化され、その名を引き継いで教授とも言われた。教授が木版すりを行ったようである。教授とは、 本来は、教官の書写をする人のことであり、教官の表具も兼ねており、さらに唐紙を障子に貼るようになって、襖の表具もするようになった。そして、唐紙の国産化に伴って、木版をする絵付けまで、守備範囲が拡大したようである。無論当時の唐紙障子は、公家や公家の貴族の邸宅に限られており、需要そのものが少なく、 専門職を必要とはしていなかった。南北町から室町初期に完成した定期往来には、城下に招き入れべき輩からとして、多くの商人、職人の名を列挙しており、襖商事に関係するものとして、投資士、教授、紙すき、主金銀採掘士などが挙げられており、襖建具が分業化された職人を必要とするほどに、 武士階級に相当普及していたこととが知れる。投資師は、突き上がった紙に、様々な技法を用いて、文様絵付けをする職人のことである。職人衆の治療を記している、小田原衆所領役長には、永六二年の奥書きがあり、職人頭の須藤総在門の291巻に、対して、投資師の長谷川東兵は44の治療を受けていた、ことが記されている。 明王九年の七十一番職人歌合わせの投資詩,詩の図には空色の薄雲引けどから髪の下キララなる月の影なりから髪紙とある。唐紙髪は文様を彫った半木にキララまたは具を塗り地紙を乗せて手のひらでこすってする。雲母は花崗岩の白片状の結晶の雲母で古くはキララ現在ではキラといい。 白キララの粉末にしたものを用いる。独特のパール状の光沢があり、どの顔料ともよく混ざり、山和への顔料として用いられてきた。具は、ハマグリなどの貝殻を焼いて粉末にした白色顔料の五粉に、ニカワや、ふのりと顔料を混ぜたものである。五粉は、鎌倉時代までは、塩白が使われ、白色顔料として使用された。五粉は、 顔料の発色が良くなり、また地紙の隠蔽性を高める。このため、血塗りとしても使用された。一般的には、顔料を混ぜた具で血塗りをして、キララで白色の文様をする方法と、キララで血塗りして、具でするぐすりも行われた。これらを基本に、各種の顔料や金銀殿を加えて文様がすられるが、絵の具を半銀に移すときに、金るいという用具を用いる。 絹部類は、杉などの薄板を、円形状に丸めた木枠に、目の粗い絹布か寒冷車を貼ったもので、これに絵の具をはけで塗り、半儀に軽く押し付けて、顔料を移す。顔料の乗った半儀の上に地紙を乗せて、紙の裏を手のひらで柔らかく擦る。その動作が、平泳ぎのような手の動きに似ていることから、泳ぎすりとも言う。版画のように半儀に、 直接絵の具をはけ塗りをせず、から紙は絹部類を通して、絵の具を移し、手のひらでこするのは、顔料の器量の調節が目的で、ふっくらとした風合いのある仕上がりを得るためである。木版すりには、この他に空すり、利休止すり、月影すり、老船などの技法も使用されていた。空すりは、同じ画の版木を、 洋国の突上のものと陰国の王城の二藩に掘り分け、陰国の藩儀の上に地紙を乗せて、上から洋国の藩儀を重ねて圧をかけると、突上の形が浮き出る技法で、今日のエンボスと同様な片押しの技である。浮いた突面から、彩色加工を施し、レリーフのような質感をもたらす。利休しすりは、西の内紙などの気づき紙に動作を引き、 乾燥させてから染料を塗る。次に、半木に薄い米糊を塗って、紙の上に乗せて押し付けてから、半木を取ると、半木の文様の部分の染料が薄く剥がし取られ、微妙な濃淡のあるネガ状の風雅な文様が現れる。月影すりは、細川紙や西の内紙などの木付き紙に、動作を引かず、薄墨色だけで文様をすったもので、 墨の滲みを特徴とし、江戸で多く作られた。また、版木の代わりに型紙を用いる、絵付け技法もある。経から紙の場合は、型紙を用いて、絵の具を厚く盛り上げる、置き上げが行われ、江戸から紙ではさらさ型染めの技法を用いている。五代五天皇筆、門官房広志新領主装飾、奥垣、五代五天皇新官天朝陰神老船または、老船とは、 文様を彫った半木の上に紙を乗せて、紙の上から硬いもので擦って磨き、あたかも牢を引いて、文様を描いたような図柄を出す技法、またはその技法によって作られた漁師。古代から近世にかけては、畜紙に老船の技術を施された、中国製の紙が、舶来品として珍重された。国宝に指定されているものとして、五代五天皇、門官房広志信の、 五代醐天皇新官天朝陰神がある。なお、中国語の老選手とは、文字通り、老引きで艶を出した紙のことで、日本の老選とは別物である。日本の老選にあたるものは、中国の文化では、バナガミという。墨流しは、墨を水面に流した上に松屋にを雫し,して、墨を水面に散らしこれを紙に移し取る特殊な技法である。 カラカミの技法の中に、ンギなどによる、すり物とは異なる、もみ紙という独特の技法がある。紙を揉むのは、布地の感触を出す技法で、中世に、茶道の表具用の紙として、もみ紙が使用され、後にカラカミにももみ紙の技法が採用された。ありがとうございます。